なお久しぶり。久しぶり。なんかあのシリーズの何やってた？え？何やってた？いやいや、いろいろと仕事。いいなお前就職あって。そんなんで？え？なんで？永久就職だな、NHK。いやいや、俺はもう一回ユニフォーム着てみたいなっていう気持ちはあるんだけどな。次？うん、次セリーグだよ。セリーグなの？うん。で、まあパリーグはないと思う。こいつは？俺？俺は当分ないと思うよ。ないの？誰をやらせてくれる俺？いやー、そりゃ勝ちたいチームはいっぱいあると思う。うん。どこが一番勝ちたがってんだろうね。うん、だからそこが頼んだ人はその球団は、うん、先見の目あると思う。あると思うね。俺はね。うん。俺は同い年の。うん。やっと3人、やっとというかもう3人いなくなってね。一番監督になりたかったやつだよな。もうやりたくてしょうがなかったんだ。本当はジャイアンツが良かったんだけども。よかったよ、でもあいつ監督になれて。ほんとね。結構ね、あの、取り扱いは大きいんだよね、扱いは。だってそれしかないんだもん。うん。でも、ぴったりハマってるような気しない？いや、あいつは、それで、うん、世間を渡ってきた人間だから、ほら。俺がどんだけお前を喋るなよって昔こうやってそれで引っ張ってたかお前知ってんだろ？うん、分かってるよ。だからそれが解放されたんだからいいじゃん。喋らしときな。うん。でも、オープン戦の成績ってあんまり当てにならない。当てにならない。だから清だったら、中畑監督だったらなんかそのままなんか乗っていきそうな感じ。ただまだメンバーが固定されないじゃん。うん。ラミレスはどうなのかっていう、うん、それが一番じゃないのかな。筒香もそうだしね。うん、筒香は間に合わないと思う。うん。でも、最下位を何年も続けたチームだったら思い切ったことはできると思うんだよね。やりやすいよな。やりやすいと思う。下がないもんな。うん、うん、俺は緊張の時は最下位を引き継いで最下位だったよかったな。で日本ハムは優勝したヒルマン監督の後だったからねやっぱプレッシャーはあったね。そりゃあるよな、うん、あった、弱いとこしかいなかったんだからお前はさっと本当はで中畑の作戦的な部分っていうのはね結構ね最近見てると思い切ったことやってるのよね。これが開幕からできるかどうかというね。まあそうだね、うん、オープン戦だからできるっていう ね、それを見てみたいっていうものがうまくはまってる可能性もあるし、うん、これが明日からこの1勝この1敗が、順位に直結してくるって言った時に、うん、腹くくって野球できるかどうかだよね、うん、まあ清志だったらやりそうな気するけどな、うん、はい広島行きましょうか。あ広島ねカープね俺カープ面白いと思う。面白いね。はい、あのね野村健次郎次第。台風の目以上に面白いなっていう。で今年の恋はね空を泳ぐんじゃなくてちゃんと池かなんかを泳ぐ恋になるんじゃない。俺それをどうやって解釈すればいいんだよ。いやいやそれ聞き流してくれたらいいんだよ。で野村起きたわけでも分かんないこと言うからな。監督次第と。あうん。あの機動力を、うん、ね2年間前半戦使ってて中盤から使わなくなった、あれ広島らしい野球じゃないよなこれはっていうものを1シーズン2年間で、うん、1シーズン通してそれを使い切れるかどうか、うん、それは相手が一番嫌がる野球なんじゃないのかなと。ただね、うん、去年も一昨年も途中から走らなくなったのか、うん、走れなくなったのかな、そこは分かんない。うん、ある程度その選手に故障者とか出て、うんね、無理ゲーム出てるっていう可能性もなくはないんだよ、うん、それは俺ら内情は分からんから、うん、分かんないけどもこのチームがもし浮上するんだったらかき混ぜなければ浮上はしてこないような、うん、でもその経験は去年ある程度ね、うん、8月9月の頭くらいまでは、うんしたわけだから、うん、それが一昨年と去年の違いなんだ。うん、だから去年のその戦い方を今年どうやって野村健次郎が生かすことができるか、うん、選手を動かすことができるか。うん、ヤクルトこれはもうヤクルトはね、うん、やっぱりピッチャー陣が揃うかどうかだと思う。うんうん、去年佐藤にしても、まあ、立山もそうだけど、うん、村中にしてもね、
まあ、みんな故障しながら、うん、1シーズン持たなかったわけじゃん、うん、まあ、それなりにローテーションを守ったのは石川だけだと思うから、うん、ねえねえ、ちょっと去年その中日との この優勝争い最後のこう、うん、あそこで相当さ故障者もいたけども相当無理したんじゃないかなっていうね。あの時はヤクルトのはみんな無理してた。ねえ、それが経験がなかったから。うん、やっぱね、あの8年やって、うん、ほとんど A クラスか、うん、全部 A クラスで優勝もしてるし、そういうなんていうのかな、経験してるとことしてないとこの差っていうのがやっぱ後半出るよね。あの10年遠ざかってるでしょ。うん、優勝から、うん、で優勝経験をしてるのは宮本一人なんだ。ああ。あのメンバーの中でね、うん、でいくら宮本がいやこうだよああだよって言ったって、うん、それをなんて戦い切るだけの精神力と体力はなかったと思う、うん、であまりにもね早い時期に周囲に立ちすぎたんだ、周囲にいる時間が長すぎた、うん、何ヶ月間、うん、周囲にずっといつ、うん、いたら守ろうとしたんですよ、そこを守りたい、続けるっていう、だからもう一回あのプレッシャーにやられては捨ててはないけども戦い方としたらね、もういつでもあの何とでもなるよっていう、うん、なんとそういう俺いつでもあの、うん、ひっくり返ると、うん、だからそれは俺もずっと思ったから、うん、あまた落合流の俺流やら、もう死んだふりしながらさこそっとやってるっていうか分かってたからちゃんと顔に書いてあった。だからあの時にね、うん、一番まずかったのが、うん、巨人にしても阪神にしてもヤクルトにしても、うん、絶対言っちゃいけないことを言ったんだ首脳陣がね、うん、横浜に食われたところが脱落していくよ、だから横浜にだけは絶対負けられないって言ったあの一言がよその球団を言ってんだ、あこれは事実なの、うん、であの時点で横浜だけが優勝するチャンスがなかった、ね、それがだんだん広島がなくなり阪神がなくなりって言ったけども、プロ野球だろ、プロ野球の世界でそれは思ってたって、あそこに負けたら絶対足元すくわれて自分らが落ちていくよ、だからこのチームだけには絶対負けちゃいけないよな、ネタを起こすなよ、うん、確かにね、あれは言っちゃいけなかったこと、うん、あ俺 よその球団の選手でも首脳陣でもこれを言い始めた時、うん、絶対うちはあの、うん、抜けると思った、まあ、確かにその通りやね、もう言うとやっぱり相手だってね、うん、それは相手なんで俺らってこんだけ負けててよ、うん、お前らに今更これ以上踏みつけられる気分悪いってしゃかりになっていくからね、うん、結局横浜に食われたところはみんな落ちていった、うん、だから俺は絶対言わないよ、お前ら絶対言うなよっつって、ね、でも心には思ったらね、まあ、ずっと思ってます、あそうね、何があったって横浜だけでは分からない、いやいやそれを聞けただけでも、うん、だからそれを口にするのかしないのかって全然違う、心の中で腹で思うのはいいと、うん、何を思ったって構わない、うん、構わない、うん、そういう素振りは見せるな、ね、あもう、ね、それをやっちゃったんだわ、これはまずいね、やっぱりプロとしての意地もあるし、あるさ、あそれは絶対ある。